夕日が浦海水浴場浜詰海岸から見える、夕日浜詰川川口遊歩道、夕日の道海岸に設置されたビーチブランコ、ゆらり、夕日が浦海岸キャンドルナイト2020、夕日が浦海岸キャンドルナイト2020、浜詰夕日の丘モニュメント浜詰海岸は、京都府京丹後市網野町浜詰地区にある海岸、夕日が浦海岸もしくは、常よ浜とも称される、 日本の夕日百選にも選ばれ、夕日の美しい景勝地として知られている。1987年には、日本の松の緑を守る会によって、日本の白社聖書百選に選ばれた。田島守によって、立花の木がもたらされた日本最古の場所であるという、伝承が残る。丹後半島の海岸線を、京都府竹野郡丹後町馬音から海岸沿いに、西の方に向かうと、 ことびき浜があり、さらに西へ進むと、網野町中心に八丁浜、そして、浅間川から、西の浜詰海水浴場までは磯浜で、牛顔山、虫顔山の山海が海に迫る海色がけが続く。牛顔山の北には生御前の生誕地として知られる、磯の集落がある。磯やその西の間に、大橋様に、横穴式石室を持つ塩墳が点々とあって、 浜爪海岸に出ると、再び浜辺が開ける。浜爪から久美浜城港群馬では、約6キロメートルにわたる大砂丘の浜が弓なりに続く。浜爪より、西の570ヘクタールの砂丘は、丹後砂丘、網野より、東の257ヘクタールの砂丘は、網野砂丘である。浜爪海岸は、丹後砂丘の東端に位置し、浜を行き詰めたところ、 浜の端に当たるところが、浜爪という名の由来である。海岸一帯は古来、木津の浜と呼ばれ、浜爪集落を北上して、木津川が流れ込む。幅10メートルから25メートル、長さ6キロメートルに及ぶ砂浜と松林の光景が、白車青書百選に選ばれた網野町浜爪から、久美浜町港群までの砂浜の東側にあたり、 山陰海岸国立公園の一部にあたる。松林市の植林は、江戸時代から始まり、砂の飛散や沿岸から、住民生活や、農産物を守る役割を果たす。1932年、国鉄宮津戦前戦開通に際し、丹後木津駅が設置されるに伴い、浜詰海岸には、海水浴場が開設され、観光資源として注目されるようになった。 2017年以降、海水浴客の途絶える春秋の集客を狙い、夕日が浦観光協会によって、干ばつ材や流木を活用した木製ブランコ、ゆらりが設置された。海岸沿いには散策路である夕日の道や休憩スポットとして随所に夕日を見るベンチ、マイナス夜と昼の出会いのドラママイナスが設置されている。 浜爪海岸に流れ込む木津川の西岸の砂浜は、ドラマ、砂の器のロケ地でもある。2020年9月13日に、新しい観光地のシンボルとして、浜爪海岸を望むスポット、浜爪夕日の丘が誕生した。夕日の丘には、夕日が浦のモニュメントを据えたステージが設置されている。2020年10月17日から11月1日まで、 夕日が浦観光協会や市観光公社などが企画した夜の海を楽しむ魔法の時がここに夕日が浦海町明かりというイベントが行われた。写真ハイスポットとして人気のビーチブランコ、ゆらりにライトを設置するほか夕日の丘モニュメントに灯籠を置き周辺の街並みにちょを掲げられた。10月17日、25日は約2000個のキャンドルライトで海岸を照らした。 10月17日には、地元酒蔵の日本酒が味わえる単語シフェスと夕日が浦サンセットバーが開かれた。ありがとうございます。